朝はサクッと中山寺まで走ってきたのだ。気温計は見てないけど、多分28度くらいはあったかな。山のふもとに来ると1度か2度くらい涼しい気がするな。近くのため池を通るのだ。中山観音の駅に着いたのだ。さあ、境内にはいるのだ。梅雨に入る前くらいから蓮の花置いてあるのだ。前来た時はつぼみだったけど、結構咲いてるぞ。展望エリアに行くのだ。兜山もひょっこり見えるのだ。さあ、下山してちゃっちゃと帰るのだ。中山観音の駅にはツバメの巣があるのだ。